さて、毎月第3、第4火曜日でお伝えしている測る大切のコーナーですが、今朝もこのスタジオにはカメラを用意してラジオが見えるということになっています。ラジオ放送終了後にはラジオ関西の動画配信コーナーまたはコープ神戸商品検査センターのホームページからもご覧いただけます。今朝は商品検査センターの中川義一さんにお話を伺います。中川さんおはようございます。 おはようございます。10月1日の商品検査の日の集いがいよいよ近づいてきましたね。はい、そうですね。えっと3日後の10月1日金曜日からの発信となります。9月1日からは商品検査の日の集いへのメッセージを募集していますが、たくさんの方からメッセージをいただいています。ありがとうございます。 このメッセージですけど九9月30日まで募集をしていますので、番組ホームページからぜひメッセージをお寄せいただきたいと思いまだ、はい、まだ今日明あさってとありますのでね、ぜ、は、ひ、いね、お寄せください。はい、さて、えー、商品検査の日なんですけれども、えー、1967年の10月1日、コープ神戸が、 全国の盛況に先駆けて商品検査室を開設したことにちなんで2017年50周年を迎えたときに商品検査の日制定されたんですね、はいはい、あそうですね、えっと、その2017年から1年に1回はですね食の安全について考えようという思いから商品検査の日を日の集いをえっと始めました。今年で 商品検査の日のの日集いいっていううが何回回目目ににななるんでですすすかねそうですねそりまちなみにね昨年の、えっと、4回目はラジオと YouTube を通してウィズコロナ時代のリスクコミュニケーションをテーマにですね、えっと、中,中継拠点とのリポートを交えながら食の安全クロスロードゲームっていうのを通じてですね立場によってさまざまな考え方があることとか 量で考えることの大切さ、そういうことをもう考える機会となりました。で、昨年の模様ですけども、こちらもあとまだご覧いただけるましてですね、はかる大切プロジェクトのホームページのイベントレポートの方からご覧いただけますので、ご興味のある方はぜひご覧いただきたいという,うに思います。はか、い、る大切でまで検索いただければというふうに思います。そして今年のテーマは 食の新しい技術と食のリスクコミュニケーションとあるんですが講師が大阪府立大学准教授の山口雄部さんですね、はい、あそうですね、えっと、山口先生ですけども、えっと、植物生理学とか、えっと、分子生物学がご専門でして植物工場における野菜生産など研究テーマとされています。はい、生協もはめてです、ねえっと、様々なところで 講演活動をされておりまして優しくて分かりやすい語り口が好評な先生になりますでその山口先生にはですね食の新しい技術つまりあのゲノム編集技術をですね科学的な事実をもとに分かりやすく教えていただく予定になっております、はい、それともう一つのテーマですけども食のリスクコミュニケーションですけどもこれはですね安全と 安心というキーワードの2正しい情報とは何か、そしてどう自分で考えると良いかっていうことについて考えるきっかけ作りになるような内容をですね、お届けできればというふうに思っております。そうですね。新しい技術って常に開発されていくでしょうし、毎日溢れるほど多くの情報がありますから、まあ、その中でどれが正しいのか。 これを判断すること、そしてまあそれに対してどう行動していくのかというのが、とても大切なことになりますね。そうですねえ、一つ一つ情報に一喜一憂しながらですね、過ごすことになるのか、はたまた冷静に対応できるのか、どちらになる,かなる,なるのかでえ、毎日の過ごし方が大きく変わるのではないかというふうに思います。 商品検査の日のつどをご覧いただいて少しでも自分で考えるきっかけ作りになればというふうに考えております今回は三上さんとの対話形式でできるだけわかりやすくお届けする予定ですのでぜひご覧いただければというふうに思います、はい、商品検査の日の集い10月1日午前10時から配信ですメッセージの応募方法や視聴方法は ラジオ関西のホームページにあります第5回商品検査の日の集いのページをご覧くださいまた番組では3文字のキーワードを発表いたします10月31日までに番組ホームページからアンケートと3文字のキーワードをお答えいただきますと抽選で はかる大切オリジナルグッズの詰め合わせをプレゼントさせていただきます。このはかる大切オリジナルグッズといいますのは、コーピーの手洗いハンカチ、まな板シート、はい、そしてメタボメジャーということになります。はい、はい、そうですね。はい。この模様はラジオ関西の動画チャンネルまたはコープ神戸商品検査センターのホームページからもご覧いただけます。 今朝は、甲府神戸商品検査センターの中川義和さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。